皆さんもお風呂は入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっています。ということで、まだ起きている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシープのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、 アプリはリスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージは nonnonigq@gmail.com、 nonnonig9@gmail.com までお待ちしております。 X でもハッシュタグシーパルシープをつけて皆さんコメントを教えてもらえるといいなと思います。それではお時間まで私のんのおしゃべりに皆さんお付き合いください。今日は偶然車の平均燃費が1上がったの目撃したので、めちゃくちゃ嬉しい日になりました。こんばんは、オーナーののんです。なんかもうね、秋なのでクーラーをつけずに走ってたら燃費が1って言っちゃったね、 0.1 かな、正確に言うと。全然違うじゃん。上がって 24.2 から24.3 になって、なんか嬉しかったなっていう今日の思い出でした。では早速第20夜の本の本日のおすすめは理想の休日です。この放送が流れてるのは10月12日土曜日の23時30分からだと思うんですけど、ちょうど3連休ということで、まあ皆さんはどんな理想休日、ダメだな今日は。皆さんの理想の休日はどんな感じなのかなと思ってこのテーマにしました。私は結構いろいろ考えたんですけど、なんかいろいろいいなって思うことがまずあって、まずそのいろいろって言っても、そう共通してることが一つあって、課題とかね、やるべきことを全部まず終わらせている状態が、まあ、ベストかなって思います。まあ皆さんもそうじゃないかな。なんかだって楽しい時に、あの課題終わってないとか、あの仕事まだ途中だったとか考えたくないじゃないですか。だから早めに終わらせたいんですけど、いつもあまりできてないな、それは後回しにしちゃうっていうのが、まあ大前提で、まあ一人で行くバージョンだと、まあ一人で朝ちょっとゆっくり起きるのもいいし、普段より遅く起きて優雅な朝を過ごすでもいいし、まあ、ちょっと早く行って、ちょっと早く起きてなんか散歩とかしちゃったりして、でなんか一人でショッピングに行くのもいいなとか、その後一人で、まあ、カフェに行ってとか、それもいいな。でその後も友達とかと夜はご飯食べに行ってとかも最高、いいです。あと旅行に行くのもいいね。一人で行くのもいいし、友達と行くのもいいし。で、まあ友達と過ごすバージョンだったら、なんかもう、まあそれこそさっきの話で旅行になるんですけど、まあみんなでどこに行きたいかを出し合って飛行機のチケットを取り、まあ沖縄から出るなら飛行機のチケットを取らないといけないので飛行機のチケットを取り、で私はね、事前になんか有名どころとかはまあ調べるんですけど、例えば北海道に行くなら、あ、大
海鮮有名だよねとか、なんだっけ、あんまり北海道の知識がないまま言ってた、まあ、時計台とか、まあいろいろ、まあそんな感じの有名なところはまあまあ抑えつつ、でもまあ確実に行きたいところがあったら調べますけど、ほとんど調べないで事前に、でまあなんか、まあ、そこ現地に着いてからまあ近くのお店を調べたりとか、まあ本当に調べないで歩いて見つけたお店に入ってみたりとか、そういうのが理想かなと思いますね。ちょっと決めていく、ガチガチに決めていくのはちょっと苦手なので、で決めてくれる人がいたら全然お願いしますって感じなんですけど、なんせ計画立てるのがちょっと苦手なので、私は全然調べないで行って、まあそこがもしやってなくても、まあそんなこともあるよねっていう、まあ、ここまで来る時間が楽しかったから、まあ無駄じゃないよねみたいなスタンスで私は行ってますね。それかマジで昼から昼飲みしたことないんで、してみたいなとか思いますね。どういう状態なんだろう昼飲みって。もう昼から飲みじゃないですか。お酒強い人はいいだろうけど、弱い人はもうずっと酔ってる、途中でマジで気分悪くなるでも多分私はあまり強い方じゃないんですけど、まあ、一回ある程度まで飲んだら、飲んでしばらくすると、まあ、酔いが冷めると思うんで、そっからまた飲むみたいな。ダメですよね、本当は。本当はなんかやっちゃいけなさそうな飲み方。私、多分私より酔ってる人を見たら、なんかセーブがかかるかもしれない。過去に一回だけそんなことがあって、だから一回だから、ね、なんか、証明するには足りないけど、もしかしたらそのタイプなのかなって思いましたね。ちょっと早いですけど、メールに行きましょうか。メールありがとうございます。ラジオネーム沖縄大好きさん、もんちゃんこんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ理想の休日、どこか旅行に出かけて観光地を巡ったり、大好きなアニメやアイドルのライブも行ってみたいです。あとは一度だけでいいので複数で集まってお昼にお酒飲んだりとかもいいな。ありがとうございます。やっぱ旅行はいいですよね。あ、そうだ、ライブね。ライブのこと忘れてた。ライブって私休日じゃなくても行くんで学校終わりとか。でもな、ライブフェスとかは土日にあるからね、いいなと思います。あとアニメが好きって書いてあるから、もしかしたらなんか聖地巡礼とかね、アニメ好きだったらする人もいるのかなと思います。なんか本当に私はあんまりしたことがないんですけど、やっぱ聖地巡礼というのはいいものなんだろうなって、想像だけど思います。だって同じ空気吸えるってことじゃんね、だって私も多分好きなバンドの生まれたところだよとか言われたらめちゃ嬉しくなっちゃうだろうから、まあそんな、まあ似ても似つかないのかもしれないけど、わかんないけど、まあ、そんな気持ちなのかなって勝手に想像しています。あ、そう、さっき私も言った昼飲みね、昼前にお酒飲んだりとかもいいな。一回だけでいいんだ。私何回でもやりたいけど一回でもいいんだね。私はもうそういうのは何回でもいいなと思う控えめだな。一回でいいんだ
どこまでもこれをこすり続ける一回でもいいっていうでは、きなだいすけさんありがとうございました。続いて、こんちゃこんばんは。こんばんは、やんきちです。お、いつもこんばんにゃなのに今日はこんばんは。いつも本当は言えてないんだよな、私がこんばんにゃって。なのに無理やり通して多分ね、みんな気づいてるかもしれないね。私も気づいてるよはい、こんばんは、やんきちさん。では本日のおすすめ、理想の休日1、好きな音楽、映画鑑賞かな。今は特別期間なので、普通に戻ったら自転車に乗り、あっちあっちへこっちへ注意転倒には気をつけますね、言われる前に先週だっけ、もっと前かな、なんか骨折、あ、先週だ秘密っていう回でなんか2回骨折してるみたいなことし、で、それで私が転倒に転ばないでくださいねって言ってね、そのことが書いてありますね。本当に気をつけてください。私ヒレだったんだけど、1って書いて、2はどこ忘れちゃったのかな。でも違うか、1ってこと、1だけ書くパターン。じゃあもう2とめっちゃ差があるんだ、多分2も知りたい。あ、でも1位が好きな音楽と映画鑑賞、1位タイってことか。じゃあ次3位だいらんところを伸ばしてこういうことをしてるとリスナーさんがいなくなるのかもしれない。でもそうだね、音楽、さっきもあったけど、ライブとかもいいですよね。映画も時間があるときしか本当に見えないから、映画ドラマと違って。今ビビって聞こえました？聞こえてないかななんか勝手に声がビビって言いましたそう、映画なんだっけ、あ、そう、映画も時間、ドラマと違って時間かかるから休日しか見れないよねって話か。そうですよね。ヤンキチさんって映画たくさん見てるじゃないですか。いつもそのお話をよくくれるんですけど、映画館でも見てるし、お家でも見てるってこと？なんかたまにいるじゃないですか、映画館はあんまちょっと苦手だけど家でめっちゃ見るみたいな。でもみんなそう、あんま映画館って行かないか。私も今やってるのしか見れないもんね。え、どうなんだろう。まあよかったら教えてください。でもまあうちでもいいかなんかダメな、今日変だな、なんかいつも今日変だなって言ってる気がする。まあいいかじゃあまあ今日はこんな感じで、ちょっと早いんですけどコーナーの方に移ります。皆さんメールありがとうございました。もっともっともっとメールをくれてもいいんですよ、読み切れないくらい。よろしくお願いします。それではコーナーの方に移ります。本日の店内 BGM、 このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。早速本日の店内 BGM を紹介します。ミスタービッグさんでプロミスハードムーン。皆さん、プロミスハードムーンいかがでしょうか。やっとやっと私の大好きなミスタービッグさんを紹介する日が来ました。多分ね、私のラジオを聴いてる方々はちょっと年齢がの層が上の人が多いかなってなんか勝手に思ってるので、ミスタービッグさんはよくご存知の方がいっぱいいるんじゃないかなと思います。私の世代であまり
のリスナーはちょっと少ないかな、ミスタービッグさんの。私はそうですね、お母さんの影響でよく聞いてたんですけど、ちっちゃい頃バーカーさんの車でよくミスタービッグエクストリームとか、まあそこら辺、その年代のあのアメリカのバンドがよくかかってて、でそれで知ったんですけど、だから昔から大好きで、で私本当にあんまり洋楽を聴いてこなかったので、ちゃんと知ってますって言える、まあ多分私より上の方には全然かなわないけど、言えるのはミスタービッグさんくらいかなって思います。ずっと紹介したくて、でなんかもうなんか貯めてたっていうか貯めてたって言い方おかしい、なんて言うんだろうな、もったいぶってたいつか盛大に紹介しようってことで、今日は多分今からプレイリストを考えるんですけど、全部ミスタービッグさんの曲にしようかなって思ってます。多分皆さん知ってると思うんですけど、ちょっとミスタービッグさんについて軽く、おこがましいんですけどご紹介いたします。ボーカルがエリック・マーティンさん、ベースがビリー・シーンさん、ギターがポール・ギルバートさん、ドラムがパッド・トーピーさんで、デビューしたのが1989年、ミスタービッグっていうアルバムでデビューしました。で1991年にセカンドアルバムで、あの有名なドリルで弾くね、ダディ・ブラダー、すごいかっこいい曲です。ポール・ギルバートさんのもうギターがあのドリルを近づけてね、ピックにドリルを刺して、で冷気の近くあで回して、ピックをドリルでビューって回して、近くにギターの近くに持ってって、なんか音が鳴るっていう仕組みだったかな、多分合ってるかな、怖いな間違ってたらポール・ギルバートさんは、私が使ってるピックがポール・ギルバートさんがのサインと名前が書かれたやつで、なんか 3色くらい展開で売ってるんですけど、それがマジで可愛くて、絵がしかもミスタービッグだし、それをよく使ってますね。私は赤がお気に入りなんだけど、ちょっとどっか行っちゃったって思ったら、なんか前赤売ってなくて、もうビッグって本当にどっか行くんですよね、よく家出しちゃう、なんでなんだろう、なんかみんなあるあるだと思うんですけど、ビッグってどっか行くんですよ、ちっちゃいからまあそんな小話も挟みつつ、1996年にはビッグビガービゲストが100万枚近く売れて、で2001年には解散しちゃったんですけど、2009年デビュー20周年でオリジナルメンバーで再結成して、その時の初のライブ地が日本だったんですよね。で2014年にドラマのパッドさんがパーキンソン病に罹患してしまって、4年後に逝去してしまって、その時に解散したんだったかな。で2023年、去年ですね、で再始動しまして、日本でもう最後のツアーって言われてたんですけど、2024年2025年、今からかな、正真正銘の最後の公演ってことで、東京大阪であるんですよね。私それをなんか小耳には挟んでたんですけど、なんか知らなくて、ちゃんとは。だから今回調べて、と思って、で今本当にお財布として相談しながら申し込みをしようか
本当に迷ってる途中です。この今日流した曲プロミスハンドムーンが私が一番好きな曲で、まあ、結構迷ったんですけど、ちっちゃい頃はワイルドワイルドばっかり聴いてて、この曲もいい曲なんですよね。でもなんだっけな、あ、そうそうそう、サブスクが入れるようになってから、あれはなんていうアルバムだっけな、あ、それこそさっき紹介したビッグビガービゲストの中のアルバム、これ多分ベストアルバムかな、そう、ダベストオブミスタービッグって書いてあるので、そうですね、を聴いて、あ、めっちゃいい曲と思って、もうこの曲が1位になって、いろいろ好きな曲あるんですけど、ちっちゃい頃によく聴いてたのは多分 Run into it っていう、多分ジャケ見たら分かる人がいっぱいいると思うんですけど、白黒で、で、あの列車が脱線して、なんか駅かな、これ駅から落ちてるようなジャケットを多分よく聞いてて、だからそれに結構多分有名な曲が、あ、これこれじゃん、セカンドアルバム、私じゃあセカンドアルバムばっかり聴いてたんだ、そうそう、これに今、うん、ミスタービッグの代表曲の To Be With You も入ってるし、グリーンテッド16マインズ、読み方合ってるも入ってるし、あとは、あ、Just Take My Heart、これもいい曲なんですね。あと CDFF っていう、なんか最初に巻き戻しみたいな感じのが入ってる曲もかっこいい。バディブラダーもあるし、マジでこのアルバムは皆さん聴くべき、うん、強制で聴いてくださいなのでここら辺の資格はしくないんですけど、そんな感じです。ちょっと喋りすぎたかも、本当に。じゃあちょっとエンディングに急いでいきます。さて、そろそろシーパルシープも閉店のお時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日もノンノンおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週の本日のノンノンおすすめは、冬物いつ出すです。メッセージは nonnonigq@gmail.com nonnonig 数字の q@gmail.com までお待ちしております。メッセージは10月13日の日曜日までに送っていただけると嬉しいです。それでは社員とともに皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。